みなさん、こんにちは。テレビアニメ乙女芸世界はモブに厳しい世界ですね。ヒロインのオリビア役を担当する一ノ瀬からです。アンジェリカ役のファイユーザイです。はい、テレビアニメが本日より放送開始ということで、作品の魅力をお伝えしたいと思います。はい、いやね、やっぱ私、うん、私たちはさ、乙女芸をやったことがある身じゃない。もちろんよ、隠さず言うよ。だからやっぱりその乙女芸あるあるみたいなのがさ、はい、様式美としてあるじゃん、うん、それをぶち壊す。いや、そうだ、そうなんですよ。で、共感できるところもあれば、あ、そういくんだ、そういう角度で攻めてくれるみたいな。そう、うん、意外性もあったりね。そう、でその意外性でさ、そのロボットとか出てくるじゃん。そう、ロボットで戦うみたいなね。乙女芸これみたいな。そうで、なんかね、ただのこうありきたりなものじゃなくて、そういうなんかイレギュラー要素とかもあって、うん、なんかこう見たことないような新鮮な作品になっていると思いますね。あとはね、あとはこちらが可愛いね、キャラクターが可愛い、本当に可愛くて癒しなので。そうね、もともとさ、うん、あの元のゲームのヒロインになりました。そうで、みんなから愛される存在だったでしょ、うん、で、私は悪役令嬢アンジェリカ敵だったんですね。なんだけど、いろんなことがあってだんだん仲良くなっていくんだけど、うんうん、あ、主人公と悪役ってこんな仲良くなったらいい感じになるんだみたいな、そういうね、ところもすごい見どころなのでね。その二人の関係値が本当に絶妙に良くて、うん、そう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 、はい、ぜひぜひそこも注目してください。はい、テレビアニメ乙女芸世界は僕に厳しい世界ですわ、ご覧の放送局でまもなく放送開始です。ぜひご覧ください。